皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説、対象は初心者から中級者に向けて、まあ、この辺ぐらいの間の方ですね、対象にしてあります。曲はですね、アメリカ民謡の幸せなら手を叩こう、はい、メロディーは至って簡単シンプルなんですけども、そこをですねウクレレちょっとポジションをこう移動しながらコードの音をきれいにつなげていくというのが今回の曲の楽しみです。はい、今回解説に使用しますウクレレはこちらです。オースティンの海ワン C プロ、海ワンのコンサートサイズ、プロとついておりまして、ここにコンター加工がされてます。それからカッターウェイも入っております。この海ワン C プロを使って解説したいと思います。まずはどういうアレンジかというところから聞いていただきましょう。どうぞ。聞いていただきました。幸せなら手を叩こうですね。アメリカ民謡で、まあメロディーは至ってシンプルというところなんですけども、まあそこをこうウクレレですね、ポジションをこういろいろと移動させて、5フレットの制覇なんていう、まあ2本だけですけども、そういうのも含まれております。まあその辺の弾き方、運指の詳しくはですね、この後手元のアップを見ていただきながら解説いきましょう。一番最初、アウフタクトと言いまして、4拍目から入ります。ワン、ツー、スリー、タンタっていう感じですね。はい。こういう1本だけ弦を弾く場合は、アルワイ入れ奏法と言いまして、弦をピッキングした指を空中に持ち上げて、隣の弦に乗せない、空中に持ち上げて弾いてください。はい。この曲は跳ねております。跳ねですね。跳ねです。タッタっていうリズムですからね。はい。次の小節行きましょう。F のコードを押さえて、そのまま、連続で弾いていただくといいです。はい。これで OK ですね。今、ピッキング、BJ はダウンアップで行いましたが、このピッキングの方はダウンばっかりで、ダウンだけで弾いていただいてもいいです。こういう感じになります。はい、次行きましょう。はい、メロディーではない音、これ今の部分ってメロディーは2弦の3フレットですね。それ以外の音はメロディー以外の音ですから、なるべく音を小さめに弾いてあげると雰囲気出ますよ。はい、次続きましていきましょう。はい、解放、次のメロディーの出足の部分なんですけども、これを弾いてる間に手、この左手の方がここです。はい、G のコードを斜め上に上げたとイメージしてください。これあの C7 のコードでもあるんですけど、こっちの方に手を移動させます。で、この状態で、こうです。はい。で、そのまま、薬指で2弦の3。人差し指で2弦の1。こうですね。で、F のコードに行きます。はい、今の3弦と4弦、これメロディー音ではありませんので、なるべく音量小さめに、先ほどと同じですね。はい、その次、メロディーいきます。はい。はい、C7。はい、次 B フラット。はい、小指で5に飛びます。で、中指で3。人差し指で2という感じですね。はい。はい、薬指小指でいったら、また先ほどの、G のコードが斜め上に上がった形で押さえる C7。 はい、小指で5で、今度は全部離します。で、中指、人差し指で、F のコードを作ります。
はい、今の4弦の2フレット、それから4弦2フレット、3弦の0、2弦の1フレット、 F のコードのところはメロディーではありませんので、ちょっと小さめに弾きましょう。はい、それでは今までの部分の繰り返しの感じになります。はい、ここで先ほど言いました C7、 こちらですよ。 G を斜めに上げたような感じで F、 はいはい、までいったら最後 F で、最後1弦の3、小指を乗せていただいて、はい、これで終了です。はい、幸せなら手を叩こう弾き方解説をお送りいたしました。ポジションをペッと動くときに開放弦をうまく入れるとかですね、あとは B フラットから B フラットのこの、こうやって押さえていただいてもいいんですが、BGM は今こうやって押さえました。で、小指で5でいくっていう感じですね。 B フラットこう押さえて、これでも構わないです。はい、なるべくうまい具合に指を使っていただくと、綺麗に次の音につながっていくというふうな、それの練習も兼ねてこういうふうな、アレンジに仕上げてみました。ここからこういくでしょ、こうでしょ、はい、綺麗に指がつながる、こういう感じですね。はい、この辺うまく先ほど DJ が説明してますので、うまくつながらない方はもう一回戻ってですね、先ほどの部分見ていただければ、あなたも綺麗に音がつなぐことができると思います。コードが変わるまでなるべく音は切らずにずっと、タイでつながってなくてもですね、音は伸びてるというふうに仮定して弾いてください。はい、ということで BJ のウクレレ講座、今回は幸せなら手を叩こう弾き方解説をお送りいたしました。今回解説に使用しましたウクレレはこちらです。オースティンの海ワン C プロ、海ワンのコンサートサイズのプロという、型番です。はい、コンターがこことここですね、まあ、カッターウェイとコンターみたいな感じで入ってます。これハイポジション弾きやすくなってますね。で、こちらのコンター、コンター斜めのこの格好ですね。これはあの手を乗せた時に、ぐーっと初心者の方力入りがちなところ、力が入りづらいような、入っても痛くないような、仕様になっております。それからマオガニーの合板なんですけども、すごくいい感じの、はい、木目出てますよね。マホガニーのこの綺麗な木目です。合板なんですけども、音は柔らかくいい感じ、どうですか、いい音してますよね。で、このポジションマーク、それからオースティンのこの、ロゴマークですね、これ、貝のインレイで、ちゃんとインレイで入ってます。シールではありません。リーズナブルなウクレレってシールの場合が多いんですが、ちゃんと貝のインレイが入ってます。はい、それからここの周りについてます、お花と波をあしらったレーザー加工ですね。これも可愛らしい印象が出てるんではないでしょうか。はい、このウクレレですね、おまけもたくさんついてます。それから、こういうリーズナブルなウクレレ、もちろんあの高級なウクレレにもそうですが、珍しく3年保証というのがついてます。通常の使用してて何かあった場合3年間保証してくれるという、通販で買っても、安心の保証がついてます。それからおまけも豊富についてます。その辺のおまけや価格など詳細につきましては、先ほどから出てますこちらの QR コード、あとは動画下の概要欄のところに商品リンクを貼っておきますので、そちらで確認ください。というところで今回の BJ のウクレレ講座は以上です。今回のスポンサーはオースティンでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか、暖かい日が届くか。